ルズビシュでは、デンマークの作曲家、ピアニスト、教師。日本語の文献においては、性を知ってあるいは、知ってと表記することが多い。デンマークのオーフスに生まれたシュッテは、ニールス・ゲーゼとエドムント・ノイペルトの下で学んだ。1884年に、彼はドイツに赴きリストに弟子入りした。シュッテは1886年から1907年まで、ウィーンに住み、 その地で教えていた。そして、人生最後の2年は、ベルリンでの教職生活に費やすことになる。シュッテはもともと、薬剤師になるための訓練を受けていた。彼は、数多くのピアノ作品と共に、ピアノ競争曲へ破綻調をパス、28や、ピアノソナタ変路町長を作曲した。また彼は2つのオペラを作曲している。ヒーローと、デアマメリュークである。 彼の作曲した商品は、今日でもピアノ学習者の教育用練習曲として用いられている。ピアノ競争曲オーパス28には複数の音源があり、ダナコードレーベルのウェブサイトでは、オレグマルシェフの独創による二楽章の中間部が視聴できる。また当局の世界初録音は、小川京子であり、オトマールスウィトナー式と共演した音源が、フォンテックより、 入手可能であった。ありがとうございます。